2回ぐらいしか勝てんもんね今。勝っとるからね。でもなんかの表紙に勝つときあるがやつ。頭使うとき、頭使わんやつ。体で、え、体か、うん、いやでもしゅんくんが意外やったな。まさか勝負かけるとは。なんか勝負なんか興味あるが、多分興味ある方が初めての子だから。彼はいつでもやっつけてやる。やれやれ、もうとっちゅ、こいつもそっちに越しとる。ねえ、なんか自分勝てるもとはかもしれん。いや、こいつはそんな勝つとかいじめてやろうじゃない。仲良くやろうけ。おしっぽ吹っ飛んもん。彼あっち行けよお前。ほんとそうやば。後ずさり邪魔や。あんなもいつもこんな。しゅんくんと、うん、意外と分からんぞ。でもしゅんくん勝負かけるかもしれんよ。今までいない顔しとるもん。多分初めてだから。しゅんお前行けって。豚郎くんにはやっぱそういう強い目を持っとらんは柔らかい目してる。しゅんくん鋭いもん今日。ねえ、ほらほら。おお。俺も混ぜろ。歯むいたよ今。歯むいたよ。もう一回やるような気する。しゅんちゃんママも慣れとるね、もう。おや、歯むくわ。おお、すごいな。歯むいとるよ。うわーっつって。いや、尻尾振っとったけど、さっき、はまいっつって向いた。おぉ。すごいな、逃げんね。ほらほら、今。あ、匂い嗅いだ。しゅんくん怖いのじゃないが、違う？なんか興味あんがやろうね。こんだけ近づくってことは。そうなん？しゅんくん怖がっとらんが。さっき歯抜いとんがよ。全然鼻の先噛まれても全然おかしくなかったんよ。ブタロくん初めて見た映画。ブタロくんもやっぱ男や。あ、パパと一緒やからか。パパと一緒やったら強くなる。なんかあこの島村の建具屋の黒芝折って、うん、あ、一緒やもと。好きな赤。ブー言うとるよ。好きとかじゃない、ブー言うとる。こいつなら俺やれそう。やれそうやっていう。あー、満足満足。あー、満足。